はスサノオを乗り越えた。もはやその道を阻む。そしてついに魔窟の最王にたどり着く。破壊の意志が鎮座する場所、決戦の地に。世界の命運をかけ、希望の未来を勝ち取るために、人の子らは最後の戦いに挑む。世界の命運をかけた最後の戦い、時を超え、その結末が人のように。うん、信じよう彼ら。あなたとずっと一緒に戦って、山頂に強大な滅びの意志を。あれはもはやオロチではない。滅びの意志を代行する者、絶対の破壊神と言えよう。ここまで来たらオロチも破壊神も関係ない。俺たちの未来のために戦うだけだ。それでこそ人だ。さて、時を超えた物語の結末が近い。人の子らよ、大断円を導きたまえ。中央門を抜けるのが最短距離だね。何があるかわからないけど、行ってみよう。この門、妖術で閉ざされている。簡単には開けられないだろう。開けぞ。術には再起が使われるはずなんだ。それを探してみようよ。主が味方でよかったわ。ここで口当てろ。敵将、討ち取った。まだ術は解けないか。再起はまだ残っているようだな。
砕いてくれよ。一緒は面白い。褒めおこう。ゾウ、先へ進みたくは我が輩を倒すことだ。さて、我が輩は術をね、これまで奴らを足止めするのじゃ。地獄を見えて真の三国無双でね。この先が結末だ。心の準備は良いか？常変わらぬお見事な武勇、雨土に見入られておりましょう。世界の意志に従う。
この世界はいずれ私が手に入れる。滅ぼされるわけにはいかんな。我が滅ぶか。やれやれ、なんとかなったみたい。人たちが揃ってるんだし、話し合ってみたら。人間が争えば世界はまた滅びに向かう。何度もこんなことがあったら面倒くさすぎですよ。我らが英雄殿の仰せだ。わしらそろそろ仲良くしてもいいかもね。また来なさいよ。今よりずっといい世界になってるはずだから。はい。何も感じない。お前にこれをお見事にございます。ああさすがやる。見事。おお、うん、うん、が復活するってわけだ。オロチ様。おいおいダッキー、嬉しくないの？お前の大好きなパンダってほんと単純。